やべ、煮すぎちまった。なんだマリコ、腹でも減ったのか。たく、こんな状況だってのに。気を失う前のことは覚えてるか。それ、マリコさんが見ていたっていう鏡？これ、玄武？これと同じような鏡を昨日、聖地の祭壇で見たわ。その時は割れていたけど、玄武の聖地がこの近くにあったの。その奥の祭壇に同じような鏡が置いてあったわ。確か、そうよ。同じ場所で同じ鏡、それが俺たちが来た原因かもしれないな。とにかくその聖地ってところに連れてってくれ。中に入ってみよう。うまくいけばこのまま帰れるかもしれない。そこは今朝になって急に崩れちまった。もっとも中もだいぶ荒らされてたけどな。さあな、少なくともここはもう聖地としての力はなくなったってことだろ。昨日まではこの奥に祭壇があったんだ。見ての通り、すっかり埋まっちまってるけどな。ま、そういうことになるな。手がかりなしってわけか。
巫女って言っても何か特別な力があるわけではないから。この近くに古くからこの聖地を守ってきた部族の村があるはずだ。崩れた聖地のことも何か知っているだろう。他に手がかりもないし、行ってみるしかないな。寝れないのか？まあ、まともな状況じゃないのは確かだけどな。まだここが異世界だって信じられないしな。今はあの人たちと一緒にいる方が安全なのかもな。とにかく明日行くっていう村で鏡のこととか玄武のこととか聞いてみるしかないな。明日に備えて今日は寝ておこう。おやすみ、マリコ。
すみません。この村の長老様はいらっしゃいますか？あんまりいい意味じゃねえけどな。玄武の聖地で何があったのか教えてほしいんです。また随分嫌われたもんだな、玄武の巫女。言っただろ、玄武の巫女は滅びの象徴だって。そのなんとか教団も伝説の巫女に現れてほしくないんだろう。だとしてもここまでするのは少し異常だと思うがな。壊れた祭壇はもう直せないんですか？決まりだな、そこ行ってみようぜ。どうするかは知らねえが、早めに出発した方がいいぜ。石ぶつけられねえうちにな。んだよ、玄武にまつわるものを破壊したのはそのなんとか教団なんだろ。
第五教団だ。玄武の巫女がいると分かればいつ襲われてもおかしくない。どうもありがとうございました。さあもう一つの聖地に向かいましょう。それで一緒に行くつもりなのか、タキコ。ええ、もちろん行くつもりよ。どうして？どうしてって、七星子集めはいいのかよ。寄り道してる暇なんかあるのか。ここまで関わっておいて放り出す気？その教団がどんな人たちかもわからないのに、そんな無責任なことできないわ。俺たちには関係ねえだろう。なんでわざわざ巻き込まれに行くんだよ。いいえ、同じ日本から来たんだもの、関係なくないわ。お前は元の世界に戻りたいのか。では、巫女になる気はないんだな。巫女を待ち望んでくれてる人がいるから、私はその人たちの役に立ちたいの。
おいてめえ、何言ってやがる。私はいいの。でもあなたたちが元の世界に戻るためにできるだけのお手伝いをしたいの。ええ。とりあえず一旦休憩にしようぜ。この先も長いんだし。念のためこの辺りを偵察してくる。大丈夫だとは思うけどな。俺も行こう。俺は道を確かめてくる。じゃあ俺は水を飲みに行ってくる。